呼吸における電子伝達系。電子伝達系の反応はミトコンドリアの内膜で行われます。ここでは NADH と FADH2 とに蓄えられている高エネルギー電子を用いて大量の ATP を作り出します。ではまずこれまでの過程でどの程度 NADH が生成されたかを確認しましょう。グルコースを基質とした呼吸では細胞質基質の解凍系において2回の酸化で2分子の NADH が生成します。その後ミトコンドリアのマトリックスで2、4、6、8、10回の酸化で8分子の NADH と2分子の FADH2 が生じます。ではこれらがどのように ATP を作り出すのかを2つの過程に分けて学んでいきましょう。1つ目、濃度勾配の形成。ミトコンドリアの内膜によって膜管腔とマトリックスは仕切られています。 NADH と FADH2 の電子は内膜のタンパク質に渡され膜内を移動していきます。この電子はエネルギーを使って水素イオンをマトリックスから膜管腔に輸送します。電子は最終的に電気陰性度の高い酸素に引き寄せられ結合します。それによって活性化した酸素が周囲の水素イオンと結合し水となります。この電子を順序正しく運ぶ膜タンパク質などまとめて電子伝達系と言います。2つ目、濃度勾配から ATP への変換。電子伝達系によって水素イオン濃度は膜管腔で高くマトリックスで低くなっています。この濃度勾配のエネルギーが ATP の高エネルギーリン酸結合に変換されます。変換するタンパク質は ATP 合成酵素で水素イオンを膜管腔からマトリックスへ輸送し、水素イオンの移動するエネルギーでADP とリン酸を結合させ ATP を作り出します。では最後にポイントをまとめましょう。ミトコンドリアの内膜では NADH などから高エネルギー電子を受け取って、つまり NADH を酸化してそのエネルギーで ADP をリン酸化して ATP を作り出しました。よってこの反応を酸化的リン酸化と言います。酸化的リン酸化ではグルコース1分子あたり計算上最大34分子の ATP を作ることができると言われています。以上です。この動画が良かったら。